こんにちは、ゲーミングお母さんジャミです。本日私は鬼滅の刃が大好きで、コスプレイヤーの方の営んでいらっしゃるカフェがこの近くにあるということで取材に来ております。場所は名古屋でございます。そんなことあります？すごくない？私絶対かなあかんお店でしょう。どんなお店なのかめちゃくちゃワクワクしております。それでは今日はですね、鬼滅の刃の大好きな人が経営されていらっしゃる沖縄料理のお店行ってみましょう。この辺だと思うんですけどね。あのお店かな。というわけで本日はですね、カフェゆんたくの店長さんと副店長さんにお越しいただいております。というか来たのは私か。店内からもアニメファンだっていうのがすごく伝わるんですけれども、反応したお客さんはもうオタクじゃないですか。なるほど。きっといらっしゃいませって水を持ってた時にお好きなんですか。まさかの店主の方がアニメがお好きな方だとはってなりますよね。え、ちょっとだいぶちょっとだけかな。ちょっと利用ぐらい置いてあります。で、絵も描かれるということで。そうなん。ここにあるイラスト、あのパーテンションももうね、はい、コロナでチャミさんとこも大変だったと思うんですけど、やっぱちょっとでもなんか楽しくなったらいいなと思って。全部一発書きなんです。書いちゃう。あ、頭の中にこうパーッと浮かんでくるんですか。考えてないですね。沖縄料理のお店じゃないですか。なぜ沖縄料理のこう名古屋市に。うちはもう母が、僕は沖縄で、父が名古屋の雑種なのでミックスです。ミックス、はい。あのご趣味の方のアニメの話、アニメとかゲームの話していきたいなと思うんですけれども、はい、鬼滅の刃は推しはどなたなんですか。しのぶさんと煉獄さんです。うわー、もうツートップの柱箱推しですね。あ、柱が。吉さんは。僕吉高っていうんですけど、はい、吉の字が義勇さんの義の字と一緒なんで、僕は義勇さん推しなんですけど、ちょっと無表情キャラが好きで僕。あ、はい、ね、それこそムイ君も好きだし、はい、何気に好きなのが親方様の娘と息子さんが好きで。なるほど、なるほど。あの玄也君にね、選抜試験の時に掴まれても表情を変えずに、はい、あの女の子すげえと思って本当の最推しはそこなんですよ。掘りました。そうですね。表向き義勇さん、本命は親方様。なるほど。で、コスプレもされてお写真見せていただいたんですけど、すごいですね。なりきりコスプレというか憑依型とお聞きしてるんですけども。そうなんです。もう僕は自分の身長、はいはい、顔、体型、推しじゃないとできないんですよ。天元様が足らないから天元様やってって言われてもできないんですよ。なるほど。なので、表に出れなくなる前になんとか煉獄さんを出したくて、今年ちょっと勇気を出してチャミさんの動画も見て、俺も負けてられないなと奮起しまして、振り返れば初めてやったのがもう13年前ですね。でももうその時点で結構年齢いってたので、今のね10代とか20代でコスプレに出会えてる人たちは羨ましいなって思いますね。もうやっぱ30過ぎてからの文化なので。ちなみに一番初めにやったキャラクターはヤッターマンです。ヤッターマン。スターマンを一人でやりまして、名古屋のコスプレサミットっていうイベントにヤッターマンで遊びに行って、そしたらもうみんなに2号はって、まあ、その愛ちゃんはいないのか、そっか揃ってこそかっていうところから、
引きずり込みました僕が参加するようになりまして、ね、友達を引っ張り込んで、あのゴーカイジャー、海賊戦隊ゴーカイジャーの変身する前の海賊のやつをやって、はい、まあ、そこからはずっとドラクエをしてきまして、今年鬼滅デビュー。鬼滅のお仲間はどうやって見つけたんですか？友達が、まあ、私らもやるから行こうよということで、あ、じゃあ行くよって。強い。そう、背中を押してもらったくせに一番シャシャって逆にその方たちはコスプレ初参戦。あ、初めてだった。初めて。そうで、僕がインスタでやりたいけどもう年だしみたいな、ちょっと弱音を吐いてたんですよ、はい、そしたらそれをみんなが見て、え、何言ってもやればいいじゃん、ていうかうちらも行くからやんなよみたいな。じゃあ俺も煉獄さん買おう、後から買って、一番揃え出したの遅いのが煉獄さんです。逆にしぶしぶ、なんか、え、本当にやるの、本当にやるの、本当にやるのみたいな。で、結局まあその同級生たちみんなお子さんもいるので、まあ、子供たちもみんなで合わせをできることになりまして、でまあその行けばやっぱり現場に他の鬼滅キャラもたくさんいるので、それでお友達になってもらって、うわ楽しいな。パレードとか参加したんですけど、その時に後ろにいた子もかなおちゃんだったり、隣にいたのが伊之助くんだったりするので、寄せて寄せてだんだん集まってきて、大所帯に鬼殺隊の皆さんが、ね、もうそこに別にかないとかよしっていうのはいないんですよ。みんなももう煉獄さんと富岡さんとしてしか接してこないので、だから逆にすいません、よかったら一緒にっていうよりも一緒に行こうって言っちゃうと、あ、兄貴みたいな風で、その猪之助くんたちも一緒に来てくれて、でもだん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 そうやって大所帯になっていくだからもう初対面で、本来だったらもうその初めまして、ね、そんな女の子から男にベタベタするなんてことはありえなくても、忍さんは義勇くんに富岡さんって、もうあくまでもそのキャラとして、はい、でしかもどこで何してても一般の参加者さんに見に来てくださってる方たちが見てるので、常に気が抜けないわけですよ。パピコを食べてても、煉獄さんがパピコ食ってるみたいなこと言われるの、うまい。今すごい憑依してましたね来てないはずのコスチューが見えました。そうなんですよ、はい、向こうもやっぱその返しを期待してくれるので、そういう遊び、本気の大人のごっこ遊びなんですよ。周りのみんながお裁縫ができたり造形ができたり、みんなそれぞれいろんなスキルがあるので、仲間が集まってみんなで、僕はもう一人ではコスプレできないです僕ら作る側の人間とかは、コスプレは作品展だと思って、今までの作品を見せる場だと思って日々作ったりとか、ブランドデザイナーみたいなもんなんですよ。でランウェイを歩くモデルなんですよなるほど。だから武器の造形だけをやってる人もいるし、ですもそれを僕らが持って堂々と歩くことで、自分の作品を見て、ね、すいません剣見せてもらっていいですか、実は作ったのあの人なんですって、そういうつながりもできたりとか、なんで年1回の発表会に向けて作ってるみたいなミシンかけてるみたいな感じで作ったりしてますね。まさにこの今回の刀鍛冶の里編のテーマになるような、それぞれのプロがいてね、そうですね、それ使う人がいてっていうような、なんかすごいですね。そのイベント終わった帰りに、打ち上げのご飯、アフターってよく言うんですけど、ご飯食べに行った時に、じゃあ来年何やるっていう話をもうしながら、楽しいですね。ぜひ来年ちゃんさんも一緒に行きたいというか、よかったら皆さんも一緒にいやもう絶対見たいです。もうそんなに大集合されてらっしゃるんでしたら、なかなか育ちますないですから ね。だって USJ の時に私がどんだけ興奮したか周りにたくさんの客会の方いらっしゃったんで、かっこよすぎて、もうアトラクションどころじゃなくて、ずっとレイヤーさん追っかけてましたし、コスプレしてくださってありがとうございます。私たち見てる私たちはもう拝みながら、もう僕なんかがみたいな思いでやってますけど、なかなか踏み切れなかったんですけど、まあ仲間に背中を押してもらってやってよかったです。本当に幸せでした鬼滅の刃との出会いがどういうところからだったんですかめちゃくちゃ誘われてたんですよ。だからもう周りから鬼滅面白いよ、鬼滅絶対ハマるって、もう言われれば言われるほど言ってたまるかみたいな、はいはい鬼滅ね、はい、
映画館にもめっちゃ誘われたんです、はい、絶対大丈夫、こっから見て大丈夫だからって、もう知ってる、分かった、もう行かないからって言ったんですけど、まあテレビでロードショーで、まあ、ピッとつけた煉獄さん煉獄さん炭治郎だって煉獄さんあれを泣かない人はいないですよね。あれでもうがっつりハマりまして、ネットフリで1話から追いかけて、逆にハマるって分かってたんで避けて、ハマったら経済的に破滅なんですよどこまで財布を圧迫してくるんだろうっていうもしね、よければまた後であのコレクションもあるんで、あ、本当ですか？へじゃあお部屋も見せていただけたので、みんなに見てもらえればちょっと成仏できます。嬉しい、じゃあぜひお願いしますやったチャミさんを見てからです。逆にほんまですか私きっかけて鬼滅を好きになってくださったんですか？そうなんですよ、感動とかして泣かれるじゃないですか、はいはい、この人すごいいい人だって一緒に泣くんですよ。すごくいい人だ、泣いてるヨシさんの方がいい人ですよで、興味持って、チャミさんがこんなに好きだったらちょっとちゃんと見てみようかなと思って見たら、炭治郎すごいいい子でね、無限列車の中でもあので夢の中で炭治郎の世界が、あ、はい、あのすごい水の中に清い中に、ね、光が一個あって、ね、それ壊されるって思ってても、ね、あの連れてってあげたじゃないですか、はい、すごいいい子だなって思って、本当にいい子の塊なんだと思って、で興味を持ち出して、それからずっと見てて、それがきっかけなんですよ。なんで僕はアニメきっかけじゃなくって、シャミさんきっかけだった。なんとすごい嬉しい。ご分を。シャミさん、お腹空いてないですか？うちの沖縄そば食べてってもらえます？ほんまですか？よかったら作りますんで。なんか悪いわそんな。なんかそんな悪いです。いただきます。本当にいいんですか？あ、全然、あの、よかったら。ちょっと待っててください。やったじゃあ、お願いします。あー、やります。どうぞ召し上がれ。いや、ちょっと待って、情報多すぎて頭パニック。ルータ君の沖縄そばだ。え、全然頭入ってないんですけどこれ沖縄そばですか？はい。すごい、富岡さんがめっちゃキャラになりきってるじゃないですか。さっきまであんなにめちゃめちゃ私の心を癒してくれてたあの吉さん、イケボ伸びるぞ、早く食べろ。弁護士さんに言われたら相模総連、いただきたいと思います。っていうか、めちゃくちゃ美味しそうです。うわぁ、これが名物の沖縄そばだありがとうございます。では、はい、いただきたいと思います。せっかくなのでスープから。うまいちょ、声が出た。なんで、そんな目で見ない私のことを。私あんな皆様の前でお食事なんかできません。うまいか？うまいです。もう、ちょっと待って、心臓に悪い。
恥ずかしい。お家に帰りたい。今日は楽しい一日となりました。めちゃくちゃありがとうございます。この後お部屋も見せていただけるということで、お家の方にもお邪魔させていただきたいと思います。よろしくお願いします。たんまりとお願いします。はい、というわけで楽しいお話と沖縄料理いただきました。ありがとうございます。本日のゲストはカフェユンタクの店長でいらっしゃいます金井さんと、そしてヨシさんでした。ありがとうございました。いや、もう今日は本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかった。ありがとうございました。美味しかったです。良かったです。実はシャミさんにちょっと気持ちばかりのプレゼントがありまして、沖縄で今もうシーサーの色付けとか、はい、琉球グラス作ったりとか皆さん飽きられてて、はい、今沖縄のトレンドの体験教室がありまして、はい、僕もここでちょっとやったりするんですけど、よかったらこのままプレゼント。何？すごいプレゼントいただいてしまいました。うわすごい、これは島造りと言いまして、島造り、はい、上の層をカッティングして、はい、下の層の色を出してイラストとか文字を表現するんです、島の子たちがこう名前彫ってビーチでポンポンと抜いても間違いないようにしたところが始まりで、書いてもらってもいつもの煉獄棚に飾ってもらってもと思って。これ飾らせていただきます。こんなんできるんですね。できます。だいたい初めての人でもこのぐらいはできるので。でも絵が上手だから。いえいえ、トレーシングペーパーとかで写せるので、絵心がなくても、はい、何か写すもの元があれば全然写せるので。そうなんですか。はい、だからこの文字はパソコンで反転させてプリントアウトするんですよ。文字を。なるほど。でそれをトレーシングペーパーに写すと元に戻るっていう。だからこの字はパソコンでそういうロゴのプリントアウトして、でデザインカッターでこうちまちまオペるわけです。手術みたいに。すごい、これめっちゃ楽しそう。やってみたいです。ぜひここで体験できます。ここでできるんですか。煉獄が教えますので。煉獄さんの格好はしてないですけどね。継ぐ子になるといい。もう安心ですね。安心です。ちなみにいくらぐらいで体験できる。もう草履が900ちょっとなんですけど、もうそれさえ買ってもらったらできます。沖縄だったらぐらいかかります。安すぎ。あとなんかちょっとドリンクでも飲んでもらえれば、1対1でもやるんで。安すぎ。ちょっともうちょっと取った方がいい。ちょっと店心配になってきた。おばちゃん、ぜひご興味を持った方体験しに来てください。お願いします。なんかもうでもこんなお二人だったらいろんな展開考えれそうですね。お店で。で実は、はい、今まだ構想中なんですけど、はい、ちょっとお宅を前に出したコンカフェをお店でやりたくて、ただもうちょっと沖縄食が強すぎるのであれなんですが、まあ、月1ぐらいで今月はドラクエ、今月は鬼滅みたいな感じ でグッズとか絶対ダブってるじゃないですか。そうですよね。ねえ、まあちゃみさんプレゼントは大事にしますって言ってましたけど、例えばね一番くじでいっぱいダブったのとか、僕も結構ダブったのいっぱいあるんですよ。そういうのの交換会とか、それやってほしい。ね、絶対ニーズあると思って、それこそコスプレ OK なのでみんなでコスプレして交換会したり、こだだちゃみさん動画で言ってたように僕も友達が欲しいんですよ。鬼滅友達が欲しくて、コンセプトカフェにしちゃえば絶対好きな人だから、ちょっといいなと思って企み中なんですけど、ぜひやったらまたコラボしてください。お願いします。もちろんお願いします。ちょっと模索中なのでちょっと年越したあたりかなとは思ってるんですけど、なんか、ね、逆に
今度はこういうテーマでやってほしいっていうのがあれば何ヶ月か先に設定しといてお仲間が集まればいいなみたいな場所もあるので、せっかくだからね、ここなら当たらなくても来れる。一瞬でパンパンになるんじゃない？いや、そうでしょ。いやだといいんですけどね。もうすごい盛り上がりそうですね。あのお迎えにもなんか素敵なガーデンがあるじゃないですか。もう最悪みんなでバーベキュー。そうですね。なのでそれこそね、視聴者さんね、あのチャミさんつながりでもしお近くの人いたら友達になってください。もうめちゃくちゃそんなすぐにやってじゃないですか。語ったりしたいので、うん、ぜひそういう場にも使ってもらえたらなって思ってます。うわ、また名古屋に新しいね、楽しいスポットがおたすぽができそうですね。できるぞと。はい、ちょっと楽しい。なかなか自分も行けないので、じゃあやろうみたいな。流れでちょっと企んでるので、はい、ぜひいろいろ頑張って進めてきます。もう言っちゃったからやるしかない。やりましょうやりましょうぐらいな、はい、やった。もう今後の展開がめちゃくちゃ楽しみです。あの番組で決まればお知らせさせていただきますので、みんなで遊びに行きましょう。ありがとうございます。いいね、とんでもない。ちょっと待って、お酒入ってる。ちょっと待って、私を酔わせてどうするつもりなの？煉獄さんからです。ヤゴと同じユンタクっていう銘柄の泡盛です。嬉しい。いただきます。帰ってから。ありがとうございます。すごい。